マラです。リンダとサエです。台湾と日本の学校の違い、確かに聞いてていろいろあるよね。でも逆にさ、日本人が話してるの聞いて台湾人的にわーびっくりっていうのもあるよね。うん、あります。今日の企画は台湾と日本の学校の違いを話します。1番目は台湾人、夏休みでも勉強する。なんか日本人にとってさ、長期休みの時はさ何もしなくていいっていうか、まあ宿題はちょっとあるけど、わー休みだー、パラダイス、もう天国みたいな感じじゃん。だけど台湾ってさ、授業があるっていうのをちょっと聞いたんだけど、本当だね。台湾の夏休みって大体2ヶ月じゃないですか、うんうんうん、で、その半分ぐらいは学校行くの？学校行くの？何しに行くの？授業があるの？普通に授業すんの？普通の授業がある、うん、じゃあ夏休みじゃないじゃん。ねえ、でどういうこと？1ヶ月は夏休み、うん、じゃあその時間は、なんか夏休みだからちょっと宿題が減るとかはないの？あ、ない。夏休みの宿題プラス授業の宿題。暗い雰囲気になりましたね。めっちゃ夏休みでなら上がるよ、ね、上がる。じゃあ2つ目、これも同じような話で、小学校から中間期末テストがある。おお、普通じゃない？とは普通だよ。めっちゃ驚きません？びっくりさ、うん、じゃあもうその中間と期末のために小学校からも頑張るの？そうだよ、うん、順位があるからさ。順位って全部出るの？誰が見て、うん、匿名性じゃなくて？みんな見れるの？見れる。親たちは結構あの順位とか気になるから、なんかもし期待を裏切ったら、うん、怒ったり、あとさ、なんかあります？その小学校の先生でもさ、例えば基準は80点で、80点な、ならなかったらこうやってこうやって、うん、こうやってパンパンパン。待って、何それ？それは何？なんでも手じゃないの？なんか別のもの？手じゃないの？別のもの？火でつけたらさ、あの、火でつける？溶けるの、あれ、浄水、うん、あれめっちゃ痛いね。痛いだ、超痛い。あれマジで痛い、本当に痛い。だってあれすごい柔らかくない？ねえ、じゃあ一回やってみて。本当に痛い。痛いんだ。まあでもこれは昔の話です。そうそう、今は違反ですね。なんかどんどんオープニングからどんどん暗くなってる。ちょっと明るいことじゃないですか。3番目、放課後の住居もあります。ちょっと暗い。日本の中学校の授業違うね。何時から何時までですか？8時から2、3時くらいですかね。羨ましいね。ねえ、うん、なんかリュウの場合はね、朝の7時半に着いて、で午後の5時半か6時までですよ。5時、うん、しかも大体その4時か5時は学校の授業あるんですけど、放課後の授業、塾みたいなのがあるんですよ。学校に、それは全員やんなくちゃいけないの？全員。そうなんだ、ね。でもそんなか超少ない？6時とかまでだったら。あ、いや、食べるじゃない？お弁当を呼ぶ。お弁当を呼んで学校で食べるってこと？そう。たまにはそのコンビニみたいのそういうところがある学校もある。校外部みたいな感じ。ちなみにさ、その夜のその授業ってお金かかるの？かかるよ。絶対かかる。かかるんだ。かかるよ、もちろん。先生もいるし。じゃあ学校の先生じゃない、他の先生に来てもらってるってこと？学校の先生ですか？学校の先生の。でもジャーマンだからね。そう。大変だよ、学校の先生。ね、シンクラーで。シンクラーでもこれはもう全部昔の話で、ね。そう。今の授業はちょっと正直わかんないんですけど。変わってるね、今まで。うちの経験なんで。そう。じゃあこの世代だと結構もう勉強めっちゃ頑張ったっていう記憶が多いんだね。4つ目、文化祭がない。でも待って、私たち文化祭行ったよ。あ、確かに。そうそう、あれは、ね、運動会。運動会？全然運動会じゃなかったですよね。走る感じ。運動会ですよ、うん、朝は運動会、あの午後はあの園遊会、園遊会。そうなんだ。じゃあ運動した後にみんなでなんかやった。あ、そう、めっちゃ疲れたよ。そう。盛りだくさ
んじゃんその時。なんかさ、運動会の楽しみと文化祭の楽しみって違うわけじゃん。違う違う。でも文化祭の楽しさってないの？いや、遊園会があるからさ、なんか好きな男性と一緒にあの他の屋台に行ったり。あ、それあるね。同じ感じだね、そしたら。ずずその動画でさ、もうすぐ別れるって言ってたよね。多分卒業したら分けるとも。なんそういうこと言うの。そう。わかりました。でも私たちたまに面白いものを売ってるよ。例えば何？例えば女子高生のマッサージ。え、ちょっと大丈夫？ちょっとマッサージやってんだけど。買ったマッサージは10分200元。高いの？結構高いの。いやいや、まあ女子高生だよ。女子高生がマッサージしてくれる。これはないよ、ですよ。そうですよね。そうですね、確かに。あと、なんかちょっと涼水帳とか。あー、水の風船みたいな。一回200件、10個の水の風船で、あのクラスの人がそこに立ってて、こうやって顔だけ超怖い。ピンクをしたらなんか何かもらえる。え、でも痛いじゃん。痛い。みんな顔こうなってるよ。危ない。どういう遊び。刺激的だね。え、じゃあ日本の文化祭ですね、なんかちょっと恋の話とか。うちのクラスはの告白ボックスみたいなのがあって。やだー、嘘だ。ねえねえ、聞きたい、ね、で、そこに田中くんへずっと好きでした。やだー。でも名前は多分恥ずかしいから書かない。でも隣の席に座ってる人よりとかはその人だけ分かるようにして、で、まあ、その文化祭までに入れておくんですよ。で、文化祭のその高野祭の時に司会の方が、じゃあ一人ずつ読みます。これは3年3組田中くんへだそうです。わーって終わりやった。え、ハッピーの前で超簡単だ。じゃあ田中くん頑張ってください。すごい、超盛り上がる。それそれ高校？高校生。高校の時なんて。え、まだはまだはマジでそんなになかったよ文化。私のさ、学校なかったのよ文化祭、うん、小学校しかなかったの、うん、でもなんか小学校さ、ベランダでさ、なんか田中くん好きだーみたいなやつあった。え、漫画で。あれは番組じゃん。あ、そう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 。でも台湾は、台湾ある？キュンキュンなのある。聞きたい。キュンキュンなのはバレンタインの時、チョコレートがあるんですよ。あの注文したらバレンタインの日やその好きな人のクラスに送ってもらう。送ってもらう。学校に？学校に。違う学校でも行けるよ。あ、そうそうそう、うん、学校の仲介とかコンコンコンって入ってくるってこと？そう、お届け物でーすみたいな。そうそう、チョコリよとか。メッセージとかも来てる。そう、カードがもらえる。そうそうそう。それ付き合う前？誰でも送れる、うんうん、友達とか、うん、好きな人とか、匿名ができるから、うんうん、キュンキュンしちゃう。誰だろうってな。ね、そうなんだ。え、それってさ、台湾でさ、バレンタインって女性から男性なの？関係ない、お互いに。そうなんだ、うん、じゃあバレンタインの日は学校でもちょっとウキウキなんだね、うん、誰か来るかの学校にみたいな感じなんだ、うん、でもさ、友達はね、毎年同じ人からもらってるんですけど、本当に知らない。え、ちょっと怖い。怖いね、逆に。もう毎年なんだから。え、その本当に最後まで分からずじまい。分からないって言ってた。うん、すごい。そうそうそう。誰だろう、誰だろう、もちろん気になる。へぇ、台湾ではあれだね、バレンタインがキュンキュンなんだね。うん、でもあれは大学じゃない？うん、大学。大学なんだ。大学なんだ。そう、高校はない。え、じゃあもうさ、中、もう小学校から高校までもう勉強って感じなんだ。勉強。あ、まだ悲しい。勉強に戻しちゃった、戻しちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい。テンションが、めっちゃテンションいく。昔のね、ちょっと辛い記憶があったんでね。え、でもさ、学校の楽しい思い出、記憶とかはよりも結構大変だったなって気持ちの方が多いんだ。大変な思い出しかないです。そうなんだ。むしろ楽しい思いって、なんかパッと思い出します？ないかな。うん、そうなんだ、うん、今日さ、何個か紹介しただけでもこんな差があったからさ、もっと本当にいっぱい語ったらもう止まらないほど多いだろうね。視聴者の皆さんもこういう違いがあるんだよっていうのがもし知ってましたら、ぜひ皆さんで共有しましょう。というわけで今日の動画はおしまい。まあ、次の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バイバーイ。
この動画が好きなら高評価してグッドボタンを押してください。それから私たちTwitterフォローよろしくお願いします。下にリンクがあります。それじゃあバイバイ。